私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。ありがとうエルヴィン、早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。すべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。話しやがれ。助かった。隊長の命令に従ったらこのザボです。ありがとう、助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがった。ただじゃ済まされ。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。
おかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。手間つけなよ、どうかじゃ。あれは救援要請、急行します。リヴァイカ、援護を頼む。決して巨人の捕獲地点を探していたんだろうな。この兵力での参加にはリスクが低下すぎる。すぐにハンジと合流しろ。助かった。来やがった。ごめんよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか？まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。
止めて相手して、このまま罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲隊長を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と、少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいいな。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。どうせ負けない。救援要請ね、助けに行かないと。俺だって役に立つとこ見せてやります。了解。次だろ。おとなしくしてろ。一生ついていきます。やつら小さい分小回りが効くな。行く。おい、エルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。止めて相手してどうして化け物。
化け物。相手してどうした化け物。まとめて相手して早く来い。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。縁談、どうして苦戦してやがるのか。
長、援護感謝します。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ニャホー、2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。やった、これでしばらくこいつは動けませんよ。止めて相手して、俺の敵だ。まとめて相手して、俺の敵だ。
奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破で何とかなるだろう。おとなしくしてやろう。
全くしつけえ奴らだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。巨人の捕獲に成功したんだ。見たいもだよ。分隊長、浮からすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。